World Cup 98 France Road to Win。Japan. Argentine. Japon.サッカーを愛する皆さん、こんにちは。 V ゴールシリーズはこれで3作目の登場となりました。金子でございます。今回はナビゲート役としてワールドカップをお伝えしてまいります。現地からの情報によりますと、フランスでは絶好のコンディションのもと爽やかな風が吹いているということです。この季節のヨーロッパの緑はひときわ鮮やかでしょう。さあ、いよいよフランスの晴れ舞台、強豪アルゼンチンとの一戦に臨みます日本代表。40年以上待ち続けたこの日がようやく訪れたといった感じでしょうか。さあ、ついに日本にとって歴史の1ページを記すワールドカップの第一戦です。日本代表、初戦をどういった形で戦うのでしょうか。注目したい。トゥールーズの小谷さん、それではマイクをお渡ししましょう。はい、小谷です。それでは間もなくキックオフです。前半の45分が始まります。トゥールーズ市営スタジアム、空前の盛り上がりといった様相を見せています。1次リーグ第1戦、アルゼンチン対、真正面に蹴ってしまった。非常に荒っぽいプレーです。ここで潰されるようだとやはりゴールを狙うのは辛いですよね。タッチへ蹴り出しました。アルゼンチン、スローイン。市川、増田、手元の時計で間もなく前半立ち上がり10分。
おっと、これはファウルか。まあ当たり負けするのはどうしようもないですが、日本なかなか攻め込めません。ちんたら攻めてるとピンチになりますよ。なんと服部、増田、どう展開していくか。ここで取られるとしんどいですから、しっかりキープしてほしいですね。右サイドを上がっていく、キーパーがっちりとキャッチ。アルゼンチンピンチ、入ってしまった。ゴール。リプレイが出ました。日本1点先制されてしまいました。まだまだこれからですよ。気を取り直しての中村忠、中西、ボールの出しどころを探しています。ここで大きくサイドチェンジ、日本ここで潰しておきたい。キーパー危なげないキャッチ。岡野上がってきました。岡野、どうだ、縦一本放り込んできた。彼をフリーにするとちょっと、服部、慎重にボールを回しています。七海、岡野、ちょっとプレーが荒い。日本早い、ここで中央に通される。クロスが上がっている。七海、これはゴールキックに変わります。日本1点を追う展開。中村忠、服部、七海、バックラインでゆっくりボールを回しています。もっと攻める意思を見せないとダメですね。岡野、スペース、審判流します。落ち着いていきたいところ。このパスが通ってしまった。ファールになるか。大丈夫ですかね、心配ですね。キーパー素晴らしいポジショニング。おっと、ここで前半が終了です。今日はなかなか流れに乗りませんが、どうでしょう木村さん。ここで自由にやらせてしまうと形を作られてしまいますよ。残り45分、後半戦が始まりました。非常に荒っぽいプレーです。笛が鳴っています。ファールでしか止められないというのはいけません。防げるか。中田、おっと、これはオフサイド。日本ディフェンスラインの連携が素晴らしいですね。よくディフェンスの統率が取れてますね。市川、服部、七海、日本右サイドを突破されると苦しい。フリーにすると危ないですよ。クロスボール、これはケアしたいところ。中田、ゆっかず、大きく蹴り出してきました。日本ここからどう守るのか。右サイド、日本なんとか早いうちに1点を取って追いつきたい。1失点はしょうがないですから、どうしたら取り返せるかだけに集中してほしいですね。左サイドのマークがずれたか。ここを潰せば一気にチャンスなんですけどね。
手交代があったみたいですね。中に秋田、中田、増田、おっとこれはファールか。ここで倒れない足腰の強さってのも必要なんですけどね。右サイドフリーで上がっていきます。逆サイドに選手が上がっている。ゴールキックになります。日本ここで点を取っておきたい。1点差は考えずに落ち着いて攻めていきたいですね。ナナミ逆つなげていきたいところ。ここは早くつないでいきたいですね。もっとボールを大切にしてほしい。カズどうだ。ゴールカズ日本追いつきました。すごい気迫が感じられましたね。リプレイが出ました。日本驚異的な粘りを見せました。ここからですね、本当の勝負はここから始まりますよ。キックオフで試合再開です。カズファールになるか。おっとこれは激しいプレーだ。どうしてもフィジカルコンシュート、キーパーの真正面に飛んでしまった。ひっくり返しましたね。もう一度見てみましょう。キーパーこれはどうしようもありません。丁寧ないいシュートでしたね。キックオフで再び試合が始まります。クリア。縦一本だけだと相手も怖くないですよ。長いボール、落ち着いて処理したい。このドリブルを止めるの危ない。森島このドリブルが止められないと厳しい。アルゼンチンピン、なんと増田、いいシュートだったんですがキーパーの正面。ここでホイッスルが鳴りました。一進一退の激しいゲーム展開の末、日本代表1点という僅差で勝利しました。木村さん、この試合をご覧になっていかがでしたか。日本本当によく頑張りましたね。それでは失礼します。なんと日本ワールドカップ初登場で初勝利という快挙です。10回やって1回勝てるかどうかという相手だったんですが、その1回が晴れの舞台に実現しました。日本としてはシナリオ通りの試合だったんではないでしょうか。これでトゥールーズという地名は日本サッカー界にとってまた忘れられない場所となりました。この歴史的な勝利を日本中の皆さんと共に分かち合いたいと思います。ナビゲーターは金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。日本フランスでの初勝利をお伝えしてこの辺りで失礼します。ごきげんよう、さようなら。
Japan. Koasi.サッカーを愛し日本代表をサポートする皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。金子克彦でございます。現地の天候は晴れです。この絶好のコンディションの下で最高レベルのサッカーが期待できそうです。第1戦アルゼンチンに競り勝ちました日本代表、今日対戦するのはタレント揃いの強豪クロアチア。一勝したとはいえ気は抜けません。ぜひヨーロッパのチームからも勝利をもぎ取ってほしいものです。さて現地は金田信俊さん、南都の小谷さん、それでは現地の様子を伝えてください。はい、小谷です。それではキックオフです。ホイッスルが鳴り、前半の45分が開始されました。五条あるスタジアム、すでに激しい応援合戦が繰り広げられ、キーパー、鈴木、中村忠、日本ちょっと消極的なプレーが続いている。このドリブルを止められるか。前方に送ります。こういうプレーしかできないとちょっと苦しくなってきますよね。なんとロペス、岡野、彼をフリーにするとちょっとカウンターのチャンスか。もっと押し込んでいかないと相手も守りやすいですよ。カズ、様子を見ています。両チームとも得点がありません。ちょっとプレーが荒いですね。ファール気味のここでと中西、クリアできるか。おっと、岡野、ゆっくりと上がっていく。チャンス、詰めた。大きく前へフィードしてきた。どうだ、岡野。前半戦も中盤に差し掛かってきました。23分、現在までのところ両チームとも無得点です。落ち着いていきたいところ。ロペス、チャンスだ。落ち着いていきたいところ。クロアチア、大きくクリアしてきた。プレッシャーでミスを誘いたいですね。ななみ、パスカット。サイドをしつこく使っていくことで得点のチャンスを広げていきたいですね。おっと、これは上げ、大きく蹴り出してきました。高い位置でボールを奪いたいですね。防げるか。ゴール、入れられてしまった。リプレイが出ました。日本、先取点を許してしまいました。とにかく前へ出る気持ちを忘れないことが大事ですよ。この得点を早めに取る数。おっと、これはファールか。ここで保持する、ファールです。おっと、相手をつまずかせてしまいました。前半残りあと5分。これはゴールラインを割ってますね。ところで金田さん、
七海の特徴はどこだと思われますか？七海君はやっぱり世界でも誇れる左利き、彼の左足から繰り出されるパス、シュート、こういったものは素晴らしいものがあると思います。なるほど。ここで前半終了のホイッスル。日本なかなか試合の流れを引き寄せられません。どうなんでしょう？この失点はディフェンダーだけじゃなくチーム全体の責任ですよ。さあ後半のキックオフです。中西、七海、同点ゴールでしたね。もう一度見てみましょう。カズ確実に決めました。これで相手は彼を激しくマークしてくると思いますよ。さあキックオフです。日本クロアチア上がっ中西、ここでインターセプト。焦らず、しかし素早くボールを回していきたいですね。日本ゲームを振り出しに戻しています。さて木村さん、 J リーグで急成長を遂げた増田なんですが、もっともっと周りを生かすようなプレーが出てくるとプレーの幅も広がると思うんですけどね。なるほど。このドリブクロアチア上がってき、非常に荒っぽいプレーです。これはちょっとひどいんじゃないですか。市川、秋田、中村、なかなかスペースが見つかりません。完全に攻めて失ってますね。危ない、マークがずれた。カズ、キーパーきっちりと抑えました。現在同点で試合が進んでいます。チャンスだ、どうだ。後半も中盤に差し掛かります。22、どうだ。岡野だ。日本逆転ゴールが決まりました。よくひっくり返しましたね。もう一度見てみましょう。泥臭いながらも確実に決めました。貪欲にゴールを狙う姿勢ってのがいいですよね。キックオフで再び試合が始まります。日本逆転に成功し試合を進めています。鈴木、ゴールです。入ってしまいました。リプレイが出ました。日本これで目が覚めたか。ちょうど守りに入った時間帯にやられましたね。相手も楽には勝たせてくれないですね。七海、これが後半最初のコーナーキックとなります。セットプレーのバリエーションは多いほどいいんですよね。試合は振り出しに戻り同点で進んでいます。点を取らなきゃ勝てませんからね。ボールはタッチを割りました。さあここからどう攻めるのか。
可能。このクロアチアラインを押し上げてきている。左サイド、お市川、なんとかクロスは阻止し、ファールになるか。やはりプレッシャー厳しいですから、当たりに強くならないと。日本ゴール、どうだ。カズ、どうだ。カズ、やっとリプレイが出ました。カズ勝利を導く1点を入れました。粘りと集中力が生んだゴールですね。本当にいいチームですね。キックオフで試合再開です。ここで試合終了の笛が鳴りました。両者の試合内容からいくと妥当な結果だとは思うんですが、日本代表リードは1点ながらもなんとか勝利を収めました。金田さん、この試合をご覧になっていかがでしたか。これは現在の日本が持っている最高のゲームだったんじゃないでしょうか。それでは失礼します。これはもう驚きました。南米に続きヨーロッパ勢をも倒してしまいました日本代表。なんとの市民も驚きをもってこの結果を受け止めていることでしょう。なんとしたことか。これで決勝ラウンド進出に大きく前進しました。さあ1次リーグ最終戦のジャマイカ相手にどんな素晴らしい戦いを見せてくれるのか楽しみです。このゲームのご案内は金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和司さんでした。ワールドカップフランス大会の模様をお送りしました。ごきげんよう、さようなら。Japon, Jamaïque. サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。金子克彦でございます。現地からの情報ではワールドカップを祝うような青空がいっぱいに広がっているという情報が入っています。両チームのレベルの高い戦いが期待できそうですね。この試合引き分けても1次リーグ1位通過が決まります。ここまで絶好調日本代表、現地の日本人もこの2週間仕事が手につかないそうです。今日の相手はジャマイカ、世界ランクは低いのですが、やはり手ごわい相手には違いありません。とりあえずしっかり守るということになるんでしょうか。さて現地には金田信俊さん、木村和司さん、元日産コンビがいらっしゃいます。実況は小谷、リオンの小谷さん、それではマイクをお渡ししましょう。はい、小谷です。さあキックオフです。前半の45分が始まります。チェルランスタジアム、すでにサポーターたちで大にぎわいです。1次リーグ、セゲルか、誰かカバーに入れるか。森島、
キーパーいい判断だ。ゲームは0対0で推移しています。手元の時計で間もなく前半の10分。縦一本放り込んできた。自由にやらせちゃいけませんね。両チームとも得点がありません。小野、ボールをカットした。ここではボールを取られることは避けたいですね。ディフェンダーしっかりマーク。ピンチ。ナナミ。今度は左を使っていく。ここで大きなサイドチェンジが欲しいですね。カブカブカブ。やってくれました。もう一度見てみましょう。まさにプロフェッショナル。こういうシュートをきっちり蹴れることが実力なんですね。さあキックオフです。大きく前へフィードしてきた。奈良橋、森島、大きく前へフィードしてきた。落ち着いていきたいですね。前半戦の中盤、29分、真正面に蹴ってしまった。日本チャンスだ。うわ、日本得点差を広げました。やりましたね。リプレイが出ました。気持ちのいいシュートでした。見ていて気持ちのいいゴールですね。キックオフで再び試合が始まります。大きく縦にフィード。これじゃ相手にパスをしているようなもんですね。岡野、岡野、ポジションチェンジの動き。こういう動きで相手を惑わすことが重要ですね。折り返せ。もう一度見てみましょう。まさにファインゴール。理想的な形ができましたね。さあキックオフです。3対0、相手の攻撃を完全にシャットアウトしています。これはタッチラインの外に出てしまいました。日本スローイン。岡野、いい位置で倒されました。このチャンスを生かしていきたい。イエローカードが出されました。カードが出てしまった以上は仕方ないですよね。これでイエローですか。ちょっと今のカードは不要でしたね。日本、壁の間を通すのは厳しいか。ここで狙うというのはよほど自信があるんでしょうね。
主審のホイッスルで前半終了です。いいプレーですね金田さん。ゲームの流れを掴んでいる時に何点でも得点してほしいですね。後半戦今始まりました。相馬、七海、これはちょっとピンチか。彼をフリーにする。右サイドでプレッシャーをかける。相馬、ここで動揺しちゃいけません。相馬、鈴木、小野、日本、そろそろゲームを動かしたい。チャンスだ。打てるか。森島、増田、手元の時計でまもなく後半立ち上がり12分になろうとしています。3対0、さらに点差を広げています。取れる時に点を取っておいた方がいいですよ。カズ、ロングシュート。彼のロングシュート素晴らしい。どうだ。おっと PK にはならない。お、岡野、倒す。ジャマイカ、大きくクリアしてきた。気持ちを切り、どうだ。入った。リプレイが出ました。見せるプレーですね。非常に高いレベルのゴールでしたね。キックオフで再び試合が始まります。七海、外へクリアしました。スローインになります。後半戦の中盤22分。どうだ。大きく蹴り出してきました。日本、さらに得点を加えて突き放してほしい。ここは余裕を持ってボールを回すことが大事ですね。後半戦の中盤29分。どうだ。これはカウンター狙いか。カズ、チャンスだ。岡野、チャンス。岡野、やった。入りました。よくやったな。リプレーが出ました。岡野、ハットトリックです。今日の彼はいつもと違う迫力を感じますね。キックオフで試合再開です。このドリブルを止めるのは厳しい。奈良橋、ボールを奪った。カズ、奈良橋、キープ。ボールを持った瞬間から中盤が動き出さないといけませんね。後半残りあと5分。素早いパスでカウンターに移りたいところ、タッチに逃れました。スローインになります。日本、勝利は時間の問題だ。岡野、岡野、
ここでホイッスル、試合終了です。かなりレベル差が感じられた試合でしたが、日本代表完勝しました。金田さん、この試合をご覧になっていかがでしたか？今日は本当に史上最高の日本代表だったんじゃないですか？それではリヨンから失礼いたします。やりましたね、日本代表。なんと1次リーグ第1位での通過です。素晴らしいですね。こんなに強いチームが今までどうしてワールドカップに出なかったのか、不思議ですね。決勝ラウンドに進んでも1次リーグ1位の名に恥じないゲームを期待しましょう。このゲームのご案内は金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。日本決勝ラウンド進出をお伝えして、この辺で失礼します。ごきげんよう、さようなら。Japan. Tunisie. サッカーを愛し、日本代表をサポートする皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。金子克彦でございます。この季節は日が長いヨーロッパですが、さすがにこの時間、夜空の下でのキックオフといったところでしょうか。この季節もヨーロッパの緑はひときわ鮮やかでしょう。さあ、いよいよ決勝ラウンド1回戦、相手は G 組2位チュニジア。さあ、ここからは一発勝負のノックアウト方式です。勝ちに行くサッカーを期待しましょう。サンテチェンヌの街は日本人サポーターが異常に増えまして、さながらプチ東京の雰囲気だったそうです。サンテチェンヌの小谷さん、それでは現地の様子を伝えてください。はい、小谷です。それでは間もなくキックオフです。前半戦今キックオフ。ジェフロア・ギャシャールスタジアム、激しい応援が試合開始前からずっと繰り広げられています。決勝トーナメントベスト8、これはキーパー真正面。
シュート、キーパーの真正面に飛んでしまった。中田、森島、上げられる、森島、チャンスだ。増田、縦一本放り込んできた。中田、増田、増田、長いボール、落ち着いて処理したい日本。ここでカットできればチャンスなんですが、周りのスペースをちゃんと潰していかないと。誰に合わせてくるか。市川、ここから展開していきたい。おっと、ここでクロスを入れられると苦しい。クリアできるか。あぶっ、防げ、これが入ってしまった。もう一度見てみましょう。これは相手を褒めるべきですね。もっともっと前で潰していかないとこうなりますよね。この得点を、七海、カズ、すでに手元の時計では金じゃろうが。リプレイが出ました。ゴール隅を着実につきました。俺が決めるという気持ちが感じられますよね。さあキックオフです。このドリブルが止め、相手ディフェンダーの動きに要注意ですね。森島、中盤でボールをキープ。手元の時計ではすでに前半28分。キーパー素晴らしいポジショニング。カズ、依然として、いいチームです。リプレイが出ました。増田、今日は大活躍ですね。今日のゲームは彼中心に回っているっていう感じですよね。キックオフで再び試合が始まります。森島、キーパーがっちりとキャッチ。このドリブル、外へ出してしまいました。スローインになります。日本、非常に貴重な1点を追加しました。放り込んだ、チャンスだ。いいイマジネーションでしたね。非常に荒っぽいプレーです。やっぱり世界の舞台ですから、激しくプレッシャーかけてきますよ。空いたスペースへドリブル、いい位置からのフリーキックになります。このファウルで流れをつかみたい日本。リスタートは大事にしたいですね。このボールはゴールラインを割りました。前半ももう間もなく終了ですが、中西、
ここで前半終了。木村さん、これまでを振り返ってみていかがでしょうか。単に絶好調というだけでは説明できない大活躍ですね。日本、選手交代のようです。ホイッスルが鳴り、後半の45分が開始されました。中田、平野、縦一本放り込んできた。ここからどう守っていくのか。日本、前方に大きく平野、最終ライン付近でボールを回しています。思い切って攻めないと点は入らないですね。中西、平野、手元の時計でまもなく後半立ち上がり。キーパーいい判断だ。日本、現在の得点差は1点、リードしています。カズ、クロスボール、誰に合わせますかね。シュート、どうだどうだ。森島、チャンスだ。大きく前へフィードしてきた。もっと動いてチェックしたいですね。綺麗にここで止めたい。前、秋田、慎重にボールを回しています。思うようにパスが出てませんね。チャンスだ。長いボール、落ち着いて処理したい。このパスが通ってしまう。チュニジア、お、日本、キーパー危なげないキャッチ。ホイッスルが鳴った。オフサイド。中山、素晴らしいラインの押し上げでした。ちょっと取り残されちゃいましたね。カズ、長いボール、落ち着いて処理したい。もっと激しくチェックしないとね。チャンスだ。落ち着いていきたいところ。これはちょっとピンチか。落ち着いていきたいところ。落ち着いてスペースを潰していきたいですね。日本、現在のアドバンテージは1点、ゴールを取り合っています。このリード、ロングシュート、大きく蹴り出してきました。ボールが渡ってしまった。ここはカバーに入った方がいいですよね。おっと、これは激しいプレーだ。プレッシャーをかけられる前に彼をフリーにしてしまってはいけない。彼を孤立させればボールは奪えますよ。増田、真正面に蹴ってしまった。ここで試合終了の笛が鳴りました。非常に実力の拮抗したチーム同士でしたが、日本代表僅差ながら勝利をつかみました。木村さん、この試合をご覧になっていかがでしたか。日本、本当によく頑張りましたね。それではサンテチエヌからお別れです。日本、非常に厳しいゲームでしたが、準々決勝に進出しました。こういう僅差での勝ち方が、選手が分かってきたということでしょうか。さあ、次はもう少し安心できる展開で、ぜひ
ベスト4を目指してほしいですね。このゲームのご案内は金子和彦でした。現地実況は小谷泰輔さん、解説は金田信俊さん、木村和司さんでした。ワールドカップフランス大会の模様をお送りしました。ごきげんよう。さようなら。